一つ目先生です。今日は頭痛の症例報告を一つしたいと思うで。高校生で女子野球部に所属する高校2年生。この女の子はお母さんが妊娠中の頃から、まあ、うちのコンクレバンを、アミノ酸やけどな、これを飲んでくれてる子なわけやねん。そやから普段は、まあ、元気いっぱい過ごしてんねんけども、高校に行き野球部に入ってから、腰を痛めたりして、なかなかね練習が思うようにできなかった。まああちこちの接骨院に行ったりとかリハビリに行って、まあ治そうとしてはおったんやけども、思うように進まないと。で、腰の問題が解決する間もなく、最近この頭が痛いと言うて、頭痛が始まったわけやな。病院で見てもらったところ、筋収縮性頭痛であると、まあ診断されたらしいんやけどな。まあ本人曰く、まあ体がガチガチで、筋肉がガチガチで頭痛が起こるというような表現をするわけで、頭痛の感じはって聞いたら、こめかみ、後頭部、バンドで締められるように痛むという風な痛み具合。どういう時に悪化するかっていうことが、処方を選ぶには、まあ一番大事なポイントになってくるんやけども、お店で、まあいろいろ話聞いてると、どうも練習が、ハードやった後に痛むんちゃうかというような、そんな感じが、浮き彫りになってきたわけやな。でお母さんに話いろいろ、まあ店に来ていただいた時に聞くんやけども、とにかく朝が弱いと。で朝はなかなか起きられへんし、朝は食欲もないというようなタイプなんやな。まあそれらを総合的に考えると、まあ、東洋医学、漢方的に見ると、まあ、まあ、胃腸が弱い、お腹が弱い、気弱っていうね、気が弱い、気弱な子、いわゆる、まあ、体力がない、華奢であるとか、っていう、体質やねんけれども、それで少し、まあ、お腹をな、こう、お腹を右と左とこう、まあ、押さえて、自分で確認できるから、まあ、押さえて、まあ、見てもらったところ、左に比べて右の、こう、腹直筋が結構カチカチになってた。あ、なるほどなと。こう、右の腹直筋が張ってるっていうことは、左が弱いから、左の背中の筋肉が今度張ってくるわな。腰あたりが。そうすると、それによって腰痛が起こる。で逆に上の方に行くと、おそらく左の方が凝ったり張ったりすると、まあ、それによって、頭痛になってるんじゃないかというふうに、まあ、見立てたわけ。そこで、コツメ先生は、この検証とっていうのをその場でね、飲んでもらったわけ。そうすると、割とスーッと落ち着いてきた。あ、痛みなくなったいうわけ。完全に治ったわけじゃないけども、まあ、頭痛のこの締め付けられ感は、だいぶもな、軽減して、もうないって言ってもええぐらいやって言った。でも、この後頭部が、こう、ないな、凝ってる。後頭部の方はまだダメやっていうような表現をしたよな。そうかそうか。あ、なるほどなと。彼女の父親の方の体質はもう皆さん、まあ廃墟妖術体質ね。廃墟妖術体質というのは割と肩こり、背中のこり、張りが出やすい人が多いんやけども。父親の系統の家族はもう皆さん、その廃墟妖術。葛根湯が合うような、タイプなわけやな。
一方お母さんのところの家族の体質はこの今さっき言った卑怯だから、まあお父さんとお母さんの両方の体質が悪い方に出てるというふうに、とってもいいかもしれないな。それでまずこれで締め付け感は取れた。だから後頭部の方はどうしようかと。だからまあそっちのお父さん系統の廃墟、妖術タイプによく使う葛根湯。うん。これ。この葛根湯の液をお湯で割って、飲んでもらったところ、スッと症状が取れて。いや、本当楽になったということやから、まあ、葛根湯はもう後頭部とか肩あたりが張る、凝る時だけ飲みやと。で、この検証湯で随分あちこち回って良くならなかった腰痛の方も頭痛も良くなるよと。だからこれで体質改善しやと言うて、とりあえずこちらを10日分お渡ししたと。で、後日談、お母さんから、聞いた話によると、もう服用しだして2日3日朝あんだけ弱かったのに、もうきっちりさっと起きてくると。おー、これよく合ってるなーって。で、頭痛の方はどうって言ったら、まあ、頭痛の方もまあほぼないと言うていい状態やと。で、腰痛の方もどうも調子良さそうですよというような話聞いて、あ、よかったな、よかったなと、安堵したところに動画を撮ってるわけやな。はい、皆さん一言で、頭痛や言うても原因は様々。鎮痛剤で痛みを抑えてても何の解決にもならへんで。まずはなんで頭痛が起こるのかっていうことを突き止めて、それに見合った治療法を行っていくというふうにしないと根本的改善はないんやで。皆さんのお近くにも漢方薬局あるやろから、ぜひお近くの漢方薬局に訪ねていただいて、頭痛の原因を探ってみてもらってください。お近くにない、まあよくわからないっていう方は、まあ骨目先生まで連絡いただいたら、誠心誠意 お答えしたいと思ってるで。それでは明日もまた健やかな一日をお迎えください。最後までご覧いただきありがとうございます。コツメチャンネルでは定期的に動画をアップし、毎週他では聞けないオリジナルの情報をお届けいたします。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではあなたの元気をコツメ先生は応援しています。今日も元気に、明日も健やかに。ありがとうございました。